世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本人にとって最も親しみのある猫といえばやっぱり日本猫。海を渡って海外でも日本猫は注目を集めています。実は今日本猫が海外で人気を博しているようです。急な人気の加速により思いがけない事件も起きてしまっていたようなのでご紹介していきます。日本猫とは古くから日本で暮らす猫の総称で、中国から渡来したことが始まりと言われています。顔は丸顔で鼻筋が通っており、綺麗な毛並みは白、黒、茶、灰が組み合わさったさまざまなパターンがあり、海外では珍しい配色です。また毛は比較的短く、耳の周りは特に短いのも特徴です。日本猫には尻尾が長い猫もいますが、海外では尻尾が短い猫イコール日本猫のイメージが浸透しており、その短い尻尾を珍しがってアメリカで繁殖が行われました。その結果、短い尻尾を持つ猫が生まれ、ジャパニーズボブテイルという正式な品種として認められました。品種として認められているのはこのジャパニーズボブテイルのみで、日本猫はもともと日本に住む猫の総称のため、特定の品種を指すわけではありません。古くから日本で暮らしてきた日本猫は環境に合わせて独自に進化し、茶トラ、キジトラ、サバトラ、三毛猫、黒猫、白猫と様々な種類が存在し、性格や特徴も異なります。近年日本では洋猫が人気とされる一方で、日本で生まれた日本猫が海を渡り世界では人気を集めているそうです。日本猫には西洋の猫など海外の猫とは異なる数多くの特徴があります。例えば先ほどもお伝えしたように、海外の人から見ると日本猫は尻尾が短い猫という印象があるそうです。確かに日本猫の大きな特徴の一つは尻尾で、細長いか短いかのどちらかになる傾向があります。尻尾が短い場合には尻骨が複雑に折れ曲がっています。猫で単尾品種は世界的に見ても希少なので、日本猫の代表的な特徴と言えるでしょう。この短い尻尾という特徴で起きてしまったまさかの事件があるのですが、ご存知でしょうか。それはフランスで初めて日本猫が輸入された時のお話です。輸入された日本猫を目にした現地の人は、その特徴的な短い尻尾を見て虐待されて切られたものだと思い込み、通報してしまって大騒ぎになったことがあるのだそう。その猫はジャパニーズボブテイルという品種で、日本以外に存在しなく、尻尾が丸いという日本猫だけの特徴に現地の人は大変驚いたようです。さて、当たり前のように私たちの身近にいる猫ですが、いつ頃から人間と暮らすようになったのでしょうか。猫が日本に渡来した正確な時期は不明ですが、弥生時代の唐紙遺跡から猫の遺骨が出土した例があり、紀元前から日本には猫がいた可能性が考えられています。奈良時代には富裕層が大陸から来た珍しい猫を飼っていたのですが、当時は首輪でつないで家の中で飼うのが一般的でした。しかし1602年に猫をつないで飼育することが法令によって禁止されたことで、今まで家で飼われていた猫たちが自由に外を出歩くようになり、繁殖が進み日本に野良猫が増えていったと考えられているようです。そんな日本の野良猫たちの様子が海外で紹介されると、日本人にはごく見慣れた野良猫たちの姿なのですが、海外の方たちにとっては様々な理由からとても野良猫だとは思えないと話題になっていました。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。どの猫も野良猫には全く見えない。よく餌を食べているようだし毛並みも綺麗だ。信じられない、日本の野良猫ってかなりプクプクしてるんだね。私の国の人間ももっと野良猫を気にかけてほしい。あの子たち本当に野良猫なの？かわいすぎる。疑う気持ちわかる。うちの猫より太ってて毛並みがいいし、野良猫だなんて信じられないよね。はは、日本の野良猫は痩せこけてないのか。私より野良猫の方が清潔感があるとか。
健康的で餌も十分もらえてるみたいだな。俺の国じゃありえない。日本の野良猫、うちの猫より清潔感があるんだけど。日本の野良猫は世界一幸せで見た目がいい。日本人は猫が大好きだもんね。なぜにあの子たちはあんなに綺麗で可愛らしいんだ。街が綺麗だと野良猫も汚くならないのかな。日本は街自体が綺麗すぎるもんね。野良猫なのに丸々と太ってるじゃないか。っていうか、東京に野良猫がいることにびっくり。行けばわかるけど、東京にも動物は結構いるんだよ。猫もだけど、カラスが印象的。日本にはロボット以外もいるから安心して。本気で知りたい。なんで日本の野良猫はあんなに可愛くておデブちゃんなの？オーマイガー！あんな可愛い野良猫が見られるなら日本に行くしかない。野良猫なのに何やらみんな生き生きとしてるな。私たちの飼い猫よりいい暮らしをしてそう。あの毛並みは何を食べたらそうなるのか知りたいわ。あの子たちは野良猫特有の顔をしていない。顔立ちがいいし、かなり健康的で栄養もちゃんと取れてそうに見えるよね。野良猫を名乗るにはちょいと健康的すぎやしませんかね。しかも毛並みだってすごく綺麗だよね。そうそう、野良猫というより放し飼いされてる猫って感じ。日本の町はゴミが全くないけど何を食べてるんだろう。野生で取れる餌があるのかな。家がなくてかわいそうだけど、でもどの猫もすごく綺麗じゃない。私が日本に行ったら帰れなくなっちゃう。だってあんなにも可愛い猫ちゃんたちが町に普通にいるんでしょ。それはもう天国じゃない。あの子たちが放し飼いされてる猫にせよ野良猫にせよ、間違いなく地域の人たちによって守られてるね。餌だってちゃんともらえてるからこそ、あの美しい猫たちは他の国の野良よりもイージーな日々を送れるんだ。こっちでよく見る痩せこけた野良猫とは大違い。弱々しい猫が自分から餌をもらおうとしてる姿を見ると本当に悲しい気持ちになる。面倒を見てくれる人が近くにいるんでしょうね。日本の方が生活の質はいいみたいね。興味深いな。日本住んでたことがあるけど、野良猫も野良犬も一度も見なかった。外で暮らしてるのに清潔感がある日本だね。まず日本に野良猫がいること自体意外だったよ。東京の猫たちは最高だよ。僕は今世田谷という町に住んでるんだけど、たとえ自分の飼い猫でも決して自分だけのペットになることはないんだ。猫は他人の家に侵入してもそこで餌をもらえるし可愛がられる。僕ですら招待されてない家でも大歓迎されてる。猫は日本人にとても大事にされてるし愛されてるんだ。正直言って日本は猫にとって天国だよ。以上が海外の方たちの反応となります。日本の野良猫の清潔感や健康的な体に驚くコメントが多く上がっていましたね。日本猫は品種として確立されているわけではなく、日本猫という血統も存在するわけではないので、ペットショップやブリーダーによる取り扱いはほとんどありません。そのため日本猫を購入したい場合は、日本猫を飼っている知人から子猫を譲り受けたり、保健所や里親制度を利用したり、野良猫を飼い猫にしたりなどの形で手に入れる必要があります。保健所で保護されている猫は保管期間を過ぎると処分されてしまうので、失われる命を救うという意味でも日本猫の飼育を考えておられる方は最初に検討されることをお勧めします。日本猫にも繊細な部分があるので、飼い始めはストレスを与えないように接することを心がけるといいです。落ち着いた環境を用意し、猫が距離をとって欲しそうな時には接触を控えることも必要です。飼い主さんの匂いを嗅がせて慣れさせていくなど、日々の積み重ねを大切にし、信頼関係を築いていきましょう。また日本猫は豊富な運動量が必要と言われています。猫は短時間に激しい運動をするとすぐに疲れが出てしまうので、1日に20分から30分を目安に運動できる環境を用意すると良いです。
高いところに登ることでも運動ができるので、キャットタワーなどを設置すれば小スペースでも運動量の確保ができます。日本猫はとても繊細なところがあるので、慣れない環境での生活がストレスとなります。家に迎え入れた後もしばらく新しい環境に慣れるまでは、子猫の気持ちにかかる負担に配慮して、可愛くて構いたい気持ちを抑えて、そっと様子を見守っていくことが大切となってきます。いかがでしたでしょうか。日本猫は日本人にとって馴染み深く、皆さんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。日本の風土に慣れ親しんでいる日本猫を大切なパートナーとして迎えると良いかもしれませんね。動画をご覧の皆さんの近所には野良猫はいますでしょうか。その野良猫が健康的に見えるか、清潔感はあるか、よく見てみたことはありますか。何か気づいたことや感じたことなどがありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。